ういっす。お疲れっす。シーちゃんいらっしゃい、ジョイ君いらっしゃい、タイちゃんいらっしゃい、ミルクいらっしゃい。ミルオいらっしゃい、ナツいらっしゃい、マチャルいらっしゃい、モコイ、モコいらっしゃい、アッコいらっしゃい、カメラリア DK だよ、シナいらっしゃい、マチャルいらっしゃい、KQいらっしゃい、いずれもいらっしゃい、モッコいらっしゃい、ナツいらっしゃい、ダンいらっしゃい、いつれいらっしゃい。ちょっと待って。ミュウミュウいらっしゃい。やばすぎ。キンいらっしゃい。ミちゃんいらっしゃい。ムチいらっしゃい。ん？うるせえなこれ。W のデカさがやばさ、久保いらっしゃい、ドラ猫いらっしゃい、大変だった。うん、まあ、もうちょっと待って、もうちょっと待って、会話するから待ってくれ。カードが導入されていません。うん、キラいらっしゃい、ヒヨコいらっしゃい、奥田いらっしゃい、ウメいらっしゃい、シュンペイいらっしゃい、ミーいらっしゃい。いや、食堂じゃないよ。お前さ、にやけんといてくれ、すぐ上がる。え、マジ、どう上がる。もういいらっしゃい。どうした？まあ、昨日はもういいや、うん、昨日はもういいっす。鼻がヒケヒケしてる。いや、やばすぎだから。農薬じゃがりエミガマメイラ JK いらっしゃい、テンいらっしゃい、マッキーいらっしゃい。なんで飲みを見ると、いや、なんか甘いもんが欲しいわ。お味噌いらっしゃい、浜田いらっしゃい、翔くんいらっしゃい、ケンジッチネイホーマーいらっしゃい、ハッピーマルチャイナいらっしゃい。さあ、白じゃねえよ。まあ今日も詳しく一日を説明してくれよ、アキラくん。マジ人もいらっしゃい、グーちゃんいらっしゃい、マイクいらっしゃい。19日かな、いや今日からだって。たくわいらっしゃい、どこにいるの、どんやくん、おまけいらっしゃい、マッキーいらっしゃい、やすいらっしゃい、またいらっしゃい。まあ、もうちょっと人が集まってからですね。にゃんいらっしゃい、ねいらっしゃい。うわー、これ5時から T 字ができないのが最悪やわ。まあ、それでも早く終わったけど、早くも、ちょっと早くぐらいだけど。ぽよいらっしゃい。またみだけど、モンカンのいらっしゃい。まあ、いらっしゃい。お前はすぐに切り替えて行動できるのがすごい。いや、もうやばすぎだろ、マジで。マジでやばすぎだろ。うん、いらっしゃい。マジでいらっしゃい。意味いらっしゃい。
前の似合い方がヤバさが伝わる。あれ待って、俺どんな話しようとしてたっけ今。ヤバすぎてちょっと、何だったっけな、あれ。ユスカジャコジャス、フェ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 、はーん。あ、あれね、ヤバいやつやって知ってんのかい。ダサ、何が。ふわりやっしゃい、まさまさやっしゃい、やるやっしゃい、ふわりやっしゃい、レビューねやっしゃい。うわ疲れた。仕事行ったふりは任せろ。仕事行ったふりならいいけどな。仕事行ったふりならちゃんと6時からやってる。6時過ぎからやってる。何してるんだよ、シェイ。リンダちゃん、シェイ。スイカやシェイ。赤いやシェイ。あ、そうだそうだそうだ。やばすぎだよマジで。本当に何がやばいって嘘でしょって思ったもん俺マジで。いや、まあまあちょっと、まあでもまあいいっすけどっていう話で、まあいいっすけどっていう。そんな大したことなさそう。いやー、いや大したことあるかもマジで。無線機、あ、それは大丈夫だけど。リモートで研修、いやそれはすがにすらないわ。よくないし、よくないし。終わるの6時じゃなかった。いや、まあ研修6時までだったけど、まあ、5時に終わったね。5時に終わった。何の研修だよ。いや、警備の新任研修ってやつ。あ、本当ですか、ちびきょうさん、ありがとうございます。まあ新任研修なんてぶっちゃけ早く終わるからね。経験があれば。マジっすか。いやー、ちょっと考えさせてくださいって思ったけど、いやでもそれ興味あるなと思って。いきなり主任か。いや会社の文句じゃないよ。配信やめろ。いや配信知らないね。でもいきなりなんかね、あのいきなりね、あの社長がひろゆきとか言うから、えっと思って、ひろゆきってなんか聞いたことあるぞって思って、ニコ生のあのなんだっけ、2チャンネルの創設者だと思って、うん、いやなんかその人の足がなんか なってたけど、なんか謎い、なんかよくわかんねえけど、うん、昨日泣いてた俺。泣いてないよ俺。なんで泣くの。あ、教授さん、よし。うん。何でよし。すまんよし。理解できなかったのか。いや、別にその話はそのどうでもいいんだけど。え、待って、この人ネットノートしてると思って。佐藤真理やっしゃい。タモちゃんやっしゃい。ルミやっしゃい。
沢メロらっしゃい。まあ俺が何が一番ビビったかっていうと、いやもうクスビビったことがあって、いやマジクスビビったんだよ。いやマジかよと思って、あでもまあこのチャンスだしいいかなと思って、うん、仕事してきた配信、いや仕事してきた配信っていうか、もう俺別にちゃんと仕事してきたからね、うん、なんか俺なんか帰る時にさ、なんかさ見たらさツイッター DM 来ててさ、ステアカからお前パチンコ行ってんだろみたいな DM 来ててさ、いや誰がお前パチンコ行かないけんやお前、逆に。だって俺パチンコ行かないといけないんだよ。パチンコ行くならお前配信つけて行きてえわ。行ったふり？別に行ったふりって思われてもいいんだけど。だって、なんて仕事なんてぶっちゃけ自分のことだから。だからそのなんか俺がじゃあ仕事してとか仕事してとか、別にそんな探るのはどうでもいいんですよ。結局自分自身だから。こう仕事してなければ仕事してなかっただけ金が入んないし、結局何の意味もない。でも何その無駄なことっていう。うん、いや仕事してないと配信つけないとって思うし。うん、意味ないよそれ。結局配信もつけてなくてさ、配信外で何してんだよって話なの。仕事終わった言って配信つければ落ちぼく飛ぶやん。いやそんなこともないよ。そんなこともないよ。仕事終わったつって言って、はい、茶爆飛ぶっていうのはそれは配信者による。俺別になんかゴミ収集の時から別にあのお茶枠つけて配信したけど、別に仕事終わったじゃあお茶枠とかないから、うん、なんなら飛んでないよね、うん、便所さんどれほどお茶枠飛んでるか知らんけど。ちょっと僕要求してるわけでもないし、ただこっちは本若だから、ピカちゃんスタイルし、四五話で、まあね、まあでもまあいい機会だから、ローソンでそれ買ったの、あこれ。そうだよ、うん、目の前のロースね買った、ね、まあいい機会だから話に乗ろうかなと思って。マジで、まあすぐじゃないけどね、すぐじゃないんだけど話に乗ろうかなと思ってね。漁師なんの。いや仕事のね、うん、まあそうだね、まあその話に乗ればまあ正社員だね。俺正社員になれるね。なんならうん、天然水でらっしゃい。うん、お前そんなんばっかりやん。何が大きな仕事か。まあなんかさ、まあ、新人研修って基本的になんかテレビ見せさせられるんだよ。テレビ見せさせられたけど、もう見たことあるんだよね。なんならもう今まで一度新人研修受けてきたから、うん、一ついらっしゃい。まあ見たことあるっすねこれって、
だからまあ今日はもう基本的になんかもうそのテレビ流しながら、まあちょっと教本をねこう見ながら社長とこうだべりながら喋ってたわけよ。ずっとだべりながらなんかこうしててでなんかまあ言われて、あじゃあ全然警備経験あるし、経験ぶっちゃけあるし、でも僕正直あの大阪の堺のアパート、まあ、ここの会社寮あるじゃないですかあのそこのアパートを僕辞めて、まあ、ぶっちゃけ言うとあの寮に入りたいんですよって言われて、あ言われてってか言ったんだよ。ぶっちゃけもう解約して寮に入りてんだよそこの、寮に入りたいんだ。だからそしたら、え？あ、堺のアパートどれぐらい住んでん？いやまあまあぶっちゃけそんなでかまほぼ住んでないっすっつって、あそうなんだみたいな。まあうち寮あるんだけどみたいな。ただ今いや本当申し訳ないんだけど最初の人が、だから松本くんより最初の人がその寮に入っちゃったらしいんだよ。ちょうどタイミングでここ最近、入っちゃったらしいんだよね、で、まあ、寮にまあちょっと入らせたいのは山々なんだけど、空きがないんで、マジで、ただって言われて、はい、ただ、まあ、とりあえずこっちで1ヶ月間やってもらって、まあ、仕事を辞めないんであれば、まあ、重要、やめないんで、あれは、ね、やめないんであれば1ヶ月とか楽だろう、夜勤希望してるよねって言われて、あ、僕そうです、夜勤希望してますって。夜勤でで、寮に入れるとか実はあるんだよって言われて、え、マジっすか、ただそれは大阪じゃないんだよねって言われて、え、どこっすかね、石川県か富山県なんだけど行く気あるって言われて、石川県か富山県、そっちの方が仕事たくさんあって、いもしもそっちに入ってくれるなら正社員として雇うよって言われて、まあとりあえず1ヶ月やってバイトとして続いてからね、え、それどれぐらいですか、どれぐらいの期間いればいいんですか、まあとりあえず1月から3月ぐらいまでは、まあ、向こうも雪とかすごいからその時は大阪に帰ってきてもらうけど、とりあえず今年いっぱいはそっちで行ってくれると、まあうちらも、まあ、別にバイトで入ってもいいんだよって、バイトで入ってもいいんだけど、本当そっちでやる、そっちやるんだったらアパートもあるし、一人用のアパートもあるし、そっちで夜勤入った方がいいんじゃないって言われて、すっげえ考えて、
川県富山県か。え、それいつからっすかって。まあまあ、だからまあ今月はまあ途中こっちで働いて、でまあ行くのはまあ、今月っていうかまあ、だから行くのはまあ10月今月っていうかまあもう8月のあれだから、でそれで9月いっぱい働いて10月からどう？そっちは正社員だし、全然あの月給だし全然額違うよってあれで、フルになるけどその代わり。石川県富山県か、どっちでもいいけどねって、自分の方を選んで、まあいい、まあ、石川県の方がまあぶっちゃけまあちょっと募集かけて、まあ富山でもいいんだけど、何この展開って思ったけど、マジでこれ何この展開。いやまあそれはもうまあまあ9月中にも考えてもらえればいいし、それは全然先でいいんだけどって、まあ、もしも行く気があるなら、まあ、そっちに行ってくれたらうちとしては助かるってあれだ。うん、いや別にどっちだったら行く。石川県は交通の便もいい、うん、石川県配信はどこでもできる。石川良かった、行ったかいいんかなこれ。まあぶっちゃけ大阪いてもなあれだしな、それだったらまあ石川県と富山県でどっちが住みやすいんですか実際。ホタルイカ、石川県、どうする、これどうしようマジで、苦渋の選択すぎて。すげえ。金沢、石川県はいいとこだぞ。知らないけど。いや知らんか、知らんのかい。あ、修羅くんいらっしゃい。いやもう俺はこの会社で働くよ。マジで。もう富士山、いやいや違う、富士山じゃないです。富士山の中心になりましたね。どっちも良くない？え、良くないの？肥大さん。ま、マジです。これ、富士山は中心になったっす。良くないの？肥大さん。石川県、富山県。いや、まあ、地名は言わないけど。どっちもどっち。あ、まあそっちの方がまあ給料面でもいいし、うん、寮費も半分負担するって言われた。めっちゃ寒い、安い量なんだけど半分。ならまあ俺は2万しか払わんでいいって
行くな、寮はただ。寮もちゃんと見た方がいい。うん、あ、でもなんかその、なんかその PC かなんかで、こうやってなんかパネル見せてもらったけどね。その、めっちゃいいとこじゃんと思って。普通に。まあいいとこつか、まあ普通の 1K だけど。パネルじゃ分からん。でもいちいち見に行けないよ、さすがに石川県と富山県まで。なんなの。まあ1ヶ月働いてからの話なんだけど。まあ辞めたらまあなしだけど、そら。どっちにしろリモート？いや、リモートは分かんないけど、会社は知ってるよ。うん、それ知ってる。だからそれ言ったもん。だから俺そもそもだからそれを解約したいがためにその話を持ちかけたから。うん、解約したいがために持ちかけてる話だから、そもそも。いや別に、いや裏なんかないよ別に。だから別に普通にバイトでやるのはバイトでもいいけどって言われてるから。別にそっちに強制的なわけじゃないし、それ別になんか会社が選択権くれてるから、別になんかここでまあでまあそっちでやるんだったらまあ資格給も取っていったりしてっていう話にはなってるな。裏なんかないよね。ちょっと飽きてきた。じゃあお疲れした。無理に呼んでないんで、あなたとか。僕のたわごとを聞いてもらってるだけなんで。山奥の道路工事行くの大変だからね。山奥の道路工事行くの大変っつうけど、島でも外山の中だけど。島根の山の中の工事とかも。俺もお前呼んでねえぞ。あ、お疲れした。ゴミ処理仕事辞めたん？辞めたね。てかなんで自分で一日に借りれないの？え、ブラックだから。もう辞めたの？辞めてねえわよ。首だよ、半分。まあ、どうしようかな。考えるわ、マジ。でもそっちの方が良さそうな気もするんだよな。田舎の方が。ボーナスもあるよ、そっちは。それからきついけどね。ぐーちゃんお紹介です。ふれ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 。あ、だから1月から3月もないんだよ、そっちでは。こっちに帰ってくるね、結局。でもその時家にねえけど。場所大事？まあ警備員は基本的に土日休みだよね。でもまあ土曜日はまあ、あれだけど。ある時とない時。まあその土曜日ある時っていうのは、まあ、なんだろうな。まあ土方とかで、土方はまあね、まあ土方とかで土曜日とかある時あるじゃん。ああいうとこの警備とか。まあ日曜日もある時あるんだよ。それ何ていうか雑踏警備。イベント警備。でも今イベントなんかないらしいから、このコロナの時期に。うん。お酒に寿司がうまい？マジ？先に入ったやつやめねえかな。あ、やめてくれたらそっち入れるんや。そうなんだ。来てやったぞ、よっしゃい。
りあえず1ヶ月働いてから、うん、まあまだまたその話をしてくるらしいからまあその時にまあ答えを出せばいいって言われてるから別に、うん、別にそういう話もあるよっていう、まあ、ちょっとなんか俺がぐらついたっていう、楽しかった。いや別に楽しくはないよね楽しくはないよ。眠たかったねマジで。お食事です。フレ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 、あー1ヶ月続くか、まあどうだろう、わかんないけど、やってみないとわかんないですけど、それは。さあ、お茶会開始。プレ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 。はあ。まあ警備はまあでもまあぶっちゃけ経験したことあるんで、うん、てかね、毎回行き着く先は警備員になるっていうね。なんかしないけど。なんでだろう。朝より元気。そうか。飯食ったよ。トマチョケガス、フレ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 、はーん。経験あってもすぐ辞めちゃうじゃん。まあ辞める辞めないとかも、もう結局なんかもうわちゃ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 コメ欄言われてっけど、だもうこれも結局自分のことだから、辞めたら辞めたで、また仕事探さないといけない、だるいだけですよ。何何な、何個です。いや、わかんない。誰今の。あ、マジ。喧嘩売ってんか。いや、喧嘩売ってない。なんか、前屈してたね。そこで。謎に。謎に前屈してたね。立ちションしてたんじゃないか、ね、人の車の横で。くそまあとりあえずこっちで慣れないと、まず慣れないと、いきなりちょっとなんか多岐にとかね、ちょっとまだわかんねえわ、うん。仕事どうだった？いや別に現場出てないからね、まだ研修だから。研修だから現場出てないんですよね。まだ。こっちで頑張れ。かな、どうしよう。研修って何するん？警備業法をずっと聞かされたり、テレビ見せさせられたり、うん、する。あと服のサイズ測ったり、うん、まあ、感じてかまだ従業員と会ってないからな。ただすっげえ面白いやついたけどね、そういや。すんげえ面白いやついて、なんか普通にまあバーってやってて、なんか横でさ、なんか面接来てたんだよ。なんか40代ぐらいのおっさんがね、40代ぐらいのおっさんが面接来てて、でなんか俺テレビ見ながら、その警備業法のテレビ番組見ながら、なんかちょっと聞こえてきたんだよ、マジで。うん、で、あ、すいません、みたいな。あ、違う、ん？ちげえな、面接じゃねえな。もう面接じゃなくて、新任研修に来てたんだ。新任研修に来てて、それで、なんか俺より遅れてきたんだよ、まず。1時間ぐらい遅れてきて。うん。なんか今日昼から、午前中用事があって遅れてすいませんでした、みたいな。で、それで、あ、もうそれはもう、まあ、先に連絡してたからいいんだけど。で、新任研修来てて、で、なんかまあ、もう一度なんか説明みたいな。説明みたいなの受けてて、
なんか、あ、てかすいません、なんか今日ちょっとあの2時に帰らないといけないですとか言ってその人、まあ、11時ぐらいに来て2時に帰りないといけないですって、このすごいなと思って、早いなと思って、マジで。あ、そうなんですか。まあ、ただまあ今日ちょっとあの 6時まで、まあでも6時まで多分ないと思いますみたいな話になってて、うん、もうちょっと早く終わると思うんですけど、あ、そうなんですか、まあ他の時間でこう上回せまでできますんでみたいな。あ、トゲさんお調客です。フレ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 。はー。トゲさんお調客です。フレ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 。はー。で、あ、そうなんですか、みたいな。まあまあまあ、2時で大丈夫ですんで、って、うん。あ、すいません、みたいな感じで。で、もう一度なんか弊社の説明します、みたいな。言ってて。なんか、まあいろいろこう聞いてて、あ、なるほどね。あ、給料それぐらいね、みたいな。聞いてて、あ、ただですねみたいな、そのなんか40歳ぐらいのやつがただですねみたいな、ただちょっとあの質問があるんですけどみたいな言ってて、はい、まあ、僕先にも言ったんですけども、まあ出れる時と出れない時がありましてみたいな、あ、そのあー、なんかそれは最初言ってられましたねみたいな、はい、で出れる時出れない時がありましてみたいな言ってて、でそれでなんか大体どれぐらい出れますかねみたいな、でこうそのなんか面接の人が喋ってたんだよ。そうですね、多分ですけども、まあ週1出れるか出れないかみたいな言ってて、じゃあどういうことと思って、どういうことって言うのですね。どういうことで俺がちょっと心の中でプッてなったんだよマジ。よし。まあでそのなんか面接官もなんか、あ、まあそのまあ週一は、あ、その週一はまあうちもなんかそんなんですかねみたいな、なんか。週1で確定で出れるなら、あれなんですけど、みたいな。週1で確定で出れるのは、あるんですかみたいな。週1で確定で出る、どういうことだと思って。あ、今は仕事されてますかみたいな聞かれてて。いや、今は仕事はしてないです、と。あ、仕事してねえんだ。出れるじゃん、と思いながら。普通にマジで、でなんかでまあやったらなんか日曜日とかって仕事ありますかみたいな言ってて、いや今の時期はコロナの時期であんま雑踏警備ってのはなくてみたいな、あ、そうなんですかみたいな、え、ちなみになんですけど、そのなんかそのまあうちの会社としても本当ぶあのまあ、最初の 2,3 ヶ月は週1とかでもいいんですけども、やっぱずっと続けて行かれるんだったらやっぱ最低でも平日月火水木金は出てもらわないと、まあ、今後週1をずっと続けられるとこちらとしても困りますって、まあそれはまあ当たり前だわなと思いながら、そう、っていうか面接どういう話になってたのって思うけどね俺。それ面接官と研修と思ってで俺は聞いてて、いや、そうですね、あでも、あでもちょっと自分もまあその毎週まあその月に1週目2週目は出れる時あっても3週目4週目は出れない時とかもあるんでとか言ってて、3週4目4週目1週目2週目は出れないかもしれないですけど3週目4週目は出れるかも、出れる時もあるんで、ああそうっすね、そうっすね、あまあまあそれでも本当に最初はそれでもいいんですけど、その後はまあその毎回毎回その何だろうな、その面接官も悟ったんだろうね、
あの、いや、なんか当日に欠席されるとかが一番困るんで、みたいな。そのもっと前々から言ってもらえたらいいんですけど、みたいな。そうっすね、はい。で、まあそうですよね、そうですよねって。まあ僕もそう思うんですよ、みたいな言って。え、どういうことどういうことだから僕、ちょっと、あの、会社側に、あの、迷惑かかると思うんで、まあまあまあ、その話は、あの、まあ、あの、まあ今後、まあ、出れるなら、今後、あの、まあちょっと、話していきませんか、みたいな感じ、面接の人行って、まあ、で、もう面接官も気づいて、マジで。あ、いや、もう、あの、あれですよ、あの、別に無理だったら全然大丈夫なんで、って、まあ、今日帰ってもらっても全然大丈夫なんで、あ、はい、じゃあちょっと今日帰らせてもらいます、つって言って、で、また考えて、また、じゃあまた考えて連絡くださいで、あ、また帰って、わかりました、ちょ、考えて連絡します、つって帰っていったで、マジで。ものの多分、あの、15分ぐらいしかおらんかったよ、マジで。マジで。何あのおっさんと思って。今日2時から忙しいんで、ちょっと帰ります、つって。マジで。なんあのおっさん。マジで。俺よりやべえやん、マジ。マジで。いや、あれは受けるんだって。だって2時間、なんかさ、1時間遅刻してきて、2時ぐらい、2時、遅刻してきて、まあ一応それは言ってたらしいんだよね。連絡が取ってたらしいんだよ。で、2時に、で、それで、すいません、ちょっと今日2時に帰らせてもらいます。あ、そう、あ、まあ、わかりました。まあまあ、その残りの時間はまた研修の、まあ、違う日に入れますんでって、あ、はい、とか言って、で、あの、じゃあちょっとやっぱ考えるんで帰りますって、やばいだろ。マジで。いや、面接官全然やばくないよ。面接官全然やばくないよ。いや、こんな奴がいるんだと思って。マジで。うん。いや、で、俺終わった後にちょっと笑って、いや、そのなんか、いや、ああいう感じの人いるんすね、みたいな。言ったら、いや、あんなん普通だけどね、って言われて。うん。あの、一番うざかったのが、今までで一番うざかったのが、でびっくりしたのが、と、あの、全部、新任研修も来て、で、あの、服を、その、従業員に渡して、じゃあ現場初日って時から連絡つかんくなったやつとかおるらしい。マジで。だから会社として一番迷惑なのは、その、服渡して、服だけ持っていかれたみたいな。うん、あれはね、本当にね、困るって言ってたね。いや、結局会社の財産だから、服は。警備の、うん、あの警備の制服って結構高いからね、何万もするから、うん、資産、うん、いらねえわ、うん、あのおっさん意味わからなかった、マジでやばこいつって思ってながら見てたけど、てか仕事終わるの早くね、今日早く終わったね、早く終わったって言っても5時だったけど、松本先生が役職つくんじゃねえ、つかないよ、なかなか面白いというか笑った俺マジ、普通にプッてなったマジで、お前も定時配信あるかって、いやいや、マジ、あ、新任研修って何時から何時までって言ってるけど、あの本当になんか初心者以外はなんか結構、あ、これ見たことあるとか、これあのだからもう、まあ、知ってるからこう飛ばすねってページ飛ばしていくんだよ、そうするともう結構意外に早く終わるから、でもどっちにしろ明日もあるし、うん、で、昨日のハメステなんだったの、あ、あの話なんですけど、なんか皆さんすいませんでした。すいませんでした。
年齢層どうだった？あ、一応年、いや分からん、まだ年齢層多分結構おじさんが多いんじゃない？何お前仕事始めたの？仕事始めました、すいません。昨日の話なんですけど、まあ要は、まあ僕がなんかあのね、なんかパンクしたらゲース、なんか全ての事柄に対して、全ての事柄に対してパンクしちゃったっていう、知ってた？警備員は武装したらダメなんだよ。だから敵が向かってきたら素手で戦うしかない。いや、警棒みたいなの使うけどね、強盗とかには。ただ警備員は確か、例えばビルとかで、なんかそのなんかなんだ、なんか何か強盗して警備員がバーン捕まえても、それで警察に確か持っていけないんだよね。そこでこうやって待っとくしかない。確か。やめないよ。いや、だからそれは交通誘導員関係ないんだって。それ施設警備なんだって。交通誘導員は全く関係ない。それ無職おじさんだ。いや、ごめん、無職じゃないです僕、働いてます。そう、警備員は一般人と同じ扱いなんだよ。だから警察みたいに交通誘導でも無理やりピピピとかで止めることはできなくて、止めて折りお辞儀せんといけんっていう、すいませんみたいな。だから常にすいませんって言わんといけない。いや、まだ現場出てない、現場出てない。施設入るんだろ？入らねえよ、島で変わらないのに。入らないよ。すいません、すいません、得意やん。だからそうだよ。ずっと常にすいません、すいません、すいません、すいませんって全員謝らないといけないんだよ。警備員は、ね、一番下だから。いろんな会社がある中で一番下っ端だから。土方の人にもすいません、とか言う。ああ、ジュース買ってきてって言われたら、ね、あ、まあ、あの、片子やってりゃできないけど、歩行者誘導だったらね、わかりました、とか言って買ってこないと。もう本当はそれダメだけどね。うん、本当は現場監督に怒られるやつだけど。でもコンビニで学校の先生もすいませんって謝ってる。どういうこと？そこ上手。まあどうだろうね。仕事、まあ警備員だったらいけるんじゃん。あ、でも警備員はね、前科あったらいけないけどね。職人さんとかに気に入られたら働きやすくなる。あ、そう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 。あの職人とかに気に入られると、あ、じゃあ今回あの警備員、あ、じゃあ松本明でとかなるから、松本明くん指名でとかなるから。でも食い打ちなんかせないけん。お疲れ。うん、あ、指名は本当にあるね。で、逆に言えば、そこの、あの、現場で迷惑かけると、松本明は一応できんで、とかなる。なんで前科あったらダメなの？警備業法は、警備業法に書いてあるね。アルチュー、麻薬、アヘン、あと前科。あれは人できない。逆に迷惑かけることなんてあるの？迷惑かけること、警備、俺が知ってる今までのやつの中で迷惑かけたのは、通行止めでバンバン通すやつ。通行止めしてるくせにバンバン車通していくやつ。
仕事すぐ辞めるやつは別になんかもう出来もクソもないんだよね。無能やん。いやだからいるんだってそういうやつ、うん、マジで。昭和記念公園、あーそれあったね。ついてない。あと何回研修、あと2回だね。カップに夢中になって車通してたやつ。まあ俺もあるけど、でもそんなバン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 通さないから。うん、いや本当にやべえやつはもう本当半日ずっと通してるからね。でもさすがに土方の人が切れて、現場監督もブチ切れて、今からそいつ帰ろうってなって、会社に電話して、いやもう帰ろって言われてるんでって。で人数足らん時は社長が来るんだよ、か事務員さんが来るんだよ。社長が代わりにやるんだよ、マジで。警備って道路だけ？まあ基本道路じゃない。だって交通誘導っていうぐらいだから。道路以外どこやるの？人手不足。あれね、マジ休憩のローテないときついよな。そう、あれマジ休憩のローテないときつい。だから一人予備がいないとマジきついんだよ。もうあのきっちりやるとマジでマジきつい。で、あの休憩中もなんか肩こうせんといけない。12時の休憩中も肩こう、なんか普通だったらさ、ロボットの規制車でやるんだけど、それでみんな休憩できるんだけど、あの休憩中もあのこう手でやるやつ、マジきついあれ。あ、じゃあ松本くんの休憩時間今日2時からでとか言うね。マジきついやん、2時から。真夏に昼の2時から1時間休憩。俺警備やって初日仕事からした。やば。夜中にビルとかも行く。いやだからもう全然違うんだって。だって交通誘導、俺が言ってるのは交通誘導。ビルに行くのはあの施設警備。施設警備は施設警備であるから、高速道路もは分からん。偉そうに語るな。なんで？なんで？偉そうに語るというか経験したことを語ってるだけだよ。施設警備にしなかったの？いやー、施設警備はいいわ。あれめちゃくちゃ長いもん。時間。スーパー長いからね。朝の8時から夜の10時までとか。夜の10時から朝の8時まで。いや、長いんだってあれ。しかもなんか当直とかあるしね、あれ。マジで。二交代とかも当直とかもある。潰れた警備会社に16分の時で交渉の1時間起動してもらって、現場に過ぎ一人で事故らせちゃったわ。マジ廃止は無理だろ。廃止は絶対無理。何これ、定年まで働きなさい。偽物だろお前。ハズピーらっしゃい。まあ施設警備の方が給料いいでしょうね。施設警備はよくわかん、何すんのあれ。基本的にいまいちわかんないんですよ、施設警備は。なんかあのカートとか押してる人、なんか普通になんか夜間とか、なんか普通にあの誰もいないビルとかでなんかこうやってあのライト照らして歩いてるイメージ。怖いじゃんあれ。で巡回でしょ夜に。で、ま、巡回してまた戻ってきて、また1時間後巡回でしょ。超怖いんだってあれ。やったことあるわあれ。
いや怖いのって多分誰もいないビルに一人でこう歩いていくんだよ、見回りすんだよ。たまに平気で道路に飛び出して車止めようとする警備員おる。いやでもそれはそれはね、もうこっち側から言うと、それはね、例えば肩こうしてる時に反対方向から車が来てる場合とか、反対方向からだから見通しが悪いとこでね、車が来ていきなりバーン止めてきて、でも反対方向から車が来たりしたら止めないといけないんだよね。それでも突っかかってくるやん、もう逃げるしかないけど。いや交差点やばいよあれ。てか信号切ったやつめちゃくちゃやばいよ。マジきついあれ。ヤオコ？何ヤオコって。あれヤオコって。調子乗った運転するやつおるからな。そう、あの普通にこうやって普通に窓こうやって窓開けてきて。なんだお前その警備はとか言ってくるやついるからね、普通にやってて。でその時もすいませんって言わんといけないんだよ、全部の言葉にしてすいませんって言うんだよ。ヤンキーなんか VK の目みたいなやつだったけど、黒のグラサン、グラサンかけた VK だったけど、すいませんなんかお前のせいの特許、そうだよ。やるやる引いてやろうとか思って高速で近づきとかあるよ、やめとけよお前。あれいやあれ喧嘩するよ、あれあの人喧嘩するからもう一人の警備員が止めに行くんだよ。だからあの人は喧嘩するから基本的に車が多いところとか人が来るところにはつけれないんだよ。あの人はもうなんかもう誰も来ないような通行止めんとこ。参戦って言ったら、まあどうだろうね、行ったことない。てか俺あんまり、まあ、すいませんって言うけど、あんまり謝ったことないかも。なんなら、はいって言うよ。最近、伊勢宮に遊びに行ってる？いや、行ってないっすね。今、島根いないんで。お疲れ。大変だよ。もう疲れた今日マジで、マジ疲れた。機嫌が良さそう、なんかもうあんま何も考えてなかったな。お前は施設を警備するからじゃん。だから施設なんか警備しねっつうの。誰がめ施設警備だよ。明日から現場か？いや、明日から現場じゃねえわ。3日間は絶対新人研修は受けないといけない。今日はお金出るの？いや、出るでしょ。誰がお前タダで受けるよ、こんなの。研修好きだね。いや、それも好きじゃねえわ。好きでやってるわけじゃねえわ、研修。現場出れるのはもう出たいわ。一緒だし、研修とか、趣味が面接だもんな。いやもう面接通り越してるから、もう働いてますけど。てかもう現場出れるし、ぶっちゃけ別に。
交通誘導だけ現任教育しないんだ。現任教育はあんまするんじゃない？現任教育も。警備員がいるから工事屋は安心して働けるだよな。てかまあ警備員がいないと工事できないけどね。まあそれさ、あらかじめなんかこあの土方をするときには警備員っていうのが絶対必要なんだよ。警棒あって素振りがある。あ、そういうのはない。そういう研修はない。まっちゃんのせいで警備員のこと詳しくなってくるのやだ。いや、いいよ別に。しげさんして無職はどこにも必要とされてない。いや、必要とされてけど、あれどうした？君が無職なんじゃない？無職の自己紹介おめでとう。扇風機みたいについてて作業、あれどうなんだろうね、わかんねえ。引き払ってね。ゴミはもうやめた。さあ飯でも行こうかな。飯でも、それで飯でも食おう。ワークマン行かないの？なんで？なんでワークマン？警備員でワークマンの服着てどうするの？